こちらの番組はですね、我々ピーマートメンバーがヤフーロコパチンコに掲載されている店舗情報をもとに60分500万円限定ガチ実践を行う番組でございます。ということで今回撮影で訪れてホールはこちら、東京都青梅市にありますマルファン青梅店さんでございます。ということで8月がね、暑い日差しを今も浴びてますけどね、今日はですね、実は日本撮りでございましてね最初新町店行ったんですけどね、こちらの青梅店で、次はね頑張っていきたいと思いますということでね、今回この動画でねお伝えできなかった部分は、閉店くんはね後日ヤフーロコパチンコマルファン青梅店さんのプレイスページにですね自ら感想の方をね投稿しておくんで、そちらの方もですねぜひねチェックの方よろしくお願いいたします。それでは早速行ってみたいと思います。えいえい。入店やってきました、マルハン青梅店さんね。それでは早速店内のデータを見に行きましょうの前にですね、本日のいいね回数、楽しい時はいいねを押そう、いいねの数だけ笑顔がある、みんなのいいねを集めようということで、まだね実践前ですけどもうね楽しくなるでしょう、間違いない前提でね押してみたいと思います。いいね、いいね、サンキューですよね。お、これってもしかしてドクターフィッシュ体験できるらしいですよ。これあれですよね、手の角質をなんか食べてくれるやつじゃないの、やっちゃおうかな、怒られる、いやいいんだよね、やってもね、ね体験できるって言うんだからやってみよう。おお、くすぐったいくすぐったい、おお食べて、おお、すごいねこれ、おお、くすぐったいということでね、手も綺麗になったことだし行ってみたいと思います。あ、これは和田明子さん実物大の手形ということでね、力をもらって和田さんから頼みます。よし、じゃあ行こう、ね、こちらのお店、新町店はすごいスロットが多かったんですけど、こちらねパチンココーナーがすごいいっぱいあるということでね、1円パチンコ、4円パチンコね、かなりの台数ありますよ。ということでね、パチンココーナーには打ちたい台が必ずあるということで、ね、話題の信頼は間違いなく導入、 We need 楽しいでございます。ということでね、ジャグラーコーナーがなんとね40台、ワンボックス、すごいね台数多いよ。オス番長1列の、反対側に、バジリスク、そして北の剣が半分半分と、なるほど、オース公園高校応援団、空き台が1台、うん、そして新台のまだ入ってね間もないどんちゃん祭り、ラインバレル、コードギアス、アイドルマスター、シンデレラブレードあるね、あ、開いた、どんちゃん開いたよ、どんちゃんで行こうか、せっかくなんでもう信頼のどんちゃんで行ってみたいと思います。えいえい、はい、ということでね、今日は初打ちだね、うん、新町店では初打ちのオス公園高校応援団、そしてこちらの青梅店さんではねどんちゃん祭り、では運命の1時間行ってみたいと思います。ということで上に置いとくか、おそびっぱチャンス、なんだ全く初じゃね、買わないよ、なるほど、今までのどんちゃんのね演出がいろいろあるってことかな、いいとこ取りですね。 ART 中のボーナスはねどんぞれが10分の1ということなんで、まあ、理想は ART 入れてボーナス、ちょっと今ロックしたね、ジャックかよ、お
っと疑似年っぽくなってる。おっしゃい、おめえの出番だ。おぉ、スイカ割りだ。緑どんちゃん、頼むぞ緑どんちゃん。おちょっと暑いのかな、さっきはなんなかったね。おあらそこだ、言ってるよ。見えてねえじゃねえか。お、あ、はい、あ、いた、いた、お、赤どんちゃんと緑、青どんちゃんがお手伝い。よっしゃ、お、祝福。バケなんだね。230ゲームレギュラー残りラストダメだ。無念無念、ロックした今日。22ゲーム強制でいいかな。ビッグでまた負けだよ。まだ負けか。負けなんだね。何が起きたらいいんだ。レギュラー中はラストダメだ。ね、頑張りたいと思います。どうした俺は。そこまで引けないか。お、来た、お、いた、行け、よし、行ってくれ、行ってくれ、行ってくれ、よし、よし、もう一度行け、もう一度行け、上、あ、回っちゃったね。3段階やっと見せ場か。これ滑った、斜め、京米でございます。京米エビ対決ですか。あ、弱いね背景。あらまあ、あらまあ、あ、マジか。チャンス、これはさらに上？何でも何にも引けないの？わかる。水中花火だ。遅い。あ、気持ちいい。やった、やったぜ。おばするゲーム、なるほど。やばい、これ3枚しかないです。あ、危ねえ。あ、2、3、スタート。1回目、どんちゃんの人数を決めろ。
なるほど。123ドン。あー、1人。お、お、行け行け、行ってくれ、行け。うわお、これ熱いんじゃねえか。お、押すよ。お、いった。残り1ゲーム。これは押すかな。黒だよ。どうだ。あはは、終わっちゃった。無念。さあ、ここで日没し。金閣寺の上で花火を上げちゃいけないでしょ。まあいいか。金閣寺の上で花火です。お、お、3人。あ、また早く落ちちゃった。あ、ジャックですね。ついついね、興奮するとね、早く落ちちゃうんだよな。お、熱いんじゃない？おい！お！あったあった！やったぜ俺！ジャクマイから！お！来た！ドドドーン！気持ちいいねこれね！ぶっちゃけ見えねえっす！これか！やりました。これはどうなんだ、 AR 基準なんのか。チャンス告知行こう。完全告知はやだ、楽しみたい。起きた。おお、ドーン、気持ちいい。1位。このね、ビッグ中のストーリーが面白いよね、ドンちゃんは。はい、1回だけラスト。1回だけです。まあでもね、揃っただけ嬉しい。さあ、人数何人。やっぱ1人か。お、緑。弱ですね。残り3分来たよ。9。さあ、もっと取り切れなくてもいいから。よっしゃ。残念。あー、残念。ダメだった。乾杯。お、乾杯。
今日ここで引くか今日。終了。終了。終了でございます。ということで、これにて実戦終了。ね、今日引いたんでね、この後打ってくれる方がね、いいとこにいればいいんですけど。はい、ということでね、ちょっと負けちゃったけど、でも楽しかったです。えいえい。はい、実戦終了。実戦終了。無念だけどね、初打ちのどんちゃん祭りすごく楽しかったです。ということでね、投資枚数が450枚の、獲得枚数が396枚ということでね、ちょっと負けてしまいましたけど、でもすごい楽しかったです。最初はね、化けなんだねね、もう最近俺の化け確率がすごいなってほんとね感心するぐらい化けなんですけど、その後ね ART 入ってで、ビッグ引いてね、で、ドン揃いもして、ね、上乗せして楽しかったです。ということでね、1時間、もうちょっとね、時間あればね、もっと楽しめたと思うんですけどね、お時間が来てしまったんでね、終了ということになりました。ということでね、動画でお伝えできなかった部分などはですね、エデン君自らですね、ヤフーロゴのね、プレスページ、マルハン、オメテンさんのプレスページに投稿しますので、そちらの方チェックよろしくお願いいたします。ということで、撮影に協力していただいたこちらマルハン大梅店さんの宣伝をちょっとだけ。まあね、すごく新町店もすごい近いところにあるんですけれども、こちらのお店はですね、パチンコの台数の方が多くて、もうとにかくねラインナップが豊富なんでね、パチンコ好きな方には台数が多いんで、ぜひねこちらパチンココーナー楽しんでいただきたいと思います。あとですね、スロットコーナーもですね、ジャグラーがワンボックスあったりとか、もう話題の新台をね、ゾクゾクね、入れるんで、パチンコスロット、話題の新台が打ちたい方はぜひこちら、マルハン大梅店さんに来ちゃってください。ということで、16 minutes、閉店後でした。えいえい。